渡しとく。いや、ちょっと一回最初にしていい。えね、ここまでやっといて。よ、やるか。大丈夫かな、緊張しちゃう。言ってじゃん。違うだろう、それ。これどこに繋ぐんだろう。左のやつだろ、そう。ちょっと、お、あともうちょい。あー、ちょっと違う。あそこ右上繋がってないし。本当だ。お、繋がった。残り2つ。あ、ここが。そこの向きは違うんだよ、絶対的に。そうしないといけない。そ、だから下から繋げてこないと。下から。ここか。そこじゃねえ。え、ここじゃないですか。そこ、その上で一個。そう、そこ。そこまでいいじゃん。ほら。お、残り一個。あと一個。だから向きが違うんだよ。あと、奥、奥、上。間違えた。そこはいいんだよ。奥だってな。奥上の方。上、どこ、どこ、右から何個目ですか。右の、右、ここの、多分ここの、ここをもっと考えないといけない。あ、いや、つながらないね。そこの向きを絶対に変えちゃいけないんだ。だからこれはこれが繋がっている状態をベースにしないと。でもここ違う。いやでも右下を右下を繋がった状態で進めた方がいいんじゃないですか。ここでしょ。あ、そこ、そこがさ、綺麗じゃねえんだよな。それ下から繋げていくんじゃない。こう。あ、そこがさ、L 字なんだよね。こうなって繋がるんじゃない。そう、絶対そうしないといけない、そこは。でも、これ、こう繋がるはずなんだけど。あ、そっちか。じゃあ、それ、間違えた。いいじゃん、いいじゃん。いや、できたじゃん。もうできたじゃん。あと1個、あと1個。それで、あっちだね。違う、そこじゃなくて、下の方だね。そこの左の、その下のやつを。そう、そういう、そういう形。いや、そう。あれ？あ、あれ？あ、できた、できた、できた。あ、いった。あ、あのな、真ん中はいらねえのか。別に全部、全部電気つけに行った。絶対出てくる。これで一応暗室の電源が出たってこと。あ、絶対出てくる。絶対出てくる。私知ってる。ほらネズミ、かわいいね。ね、カチカチラップオン。あ、電気ついてんだけどね。マジ電気つけてくんない。本当にありえないんだけど。暗室？二階ですね。だからここ走るところでね。後ろですよ。バック、そうそうそう。ねえやだ、絶対出てくるじゃん。ねえマジ手がドドドドンって出てくる現象何？目ん玉についてるのあれ。そうだよ。え、目ん玉にドドドドさせてくんの？眼科行かないとやばいじゃん。ねえ、ちょっと違う病院行ってきなよ。ちょっと なんでそういうこと言うんですか。暗室、暗室、暗室ですね。もう本当に言いますよ、私。気持ちがちょっとついてるわ。本当ありえないわ、気持ち悪。なんであそこのさ、暗室だけ、あそこの電源、あんなでかい電源入れてここしか引かねえんだよ。ほんとだよ。ダイヤルは南に合わせる。さっきね、さっきやりましたね。さっきやったね。ああ、いってて、出て赤い、なんか赤くしたことで、ねえ、やだやだ、ねえ、写真が浮き出てくるんじゃない。俺来た。あ、来た。ペラペラ。これは停止液。あ、それ以上濃くしないようにとかするってこと？停止液ってあんまり知らないですけど、写真持ってます。なんか写真持ってたっけ。写真がないですね。あ、写真見えていけねえのか。どっから写真撮っとかないといけねえんだよ。あごめんなさい、ごめんなさい。ここ絶対出てくるんだ。急にヘッドホン外すようになった。そんな早く。わかんない、わかんない。いや、すごい、なんかいつの間にかテクニックを持っている私。写真どっかでゲットしなきゃいけないか。そうっすね。
見事な遅延行為やめてください。そのヘッドホンをゆっくりはめる感じが、そう、なんかロスタイム入るから、いいじゃんロスタイム入れたって、長いんだからこの先ねえ、マジで信じられないよ。手紙があり、3年3組は行ったよね。行きました、3年3組は行った、行きましたね。あ、3年4組は行ってない、行ってないです。3年3組以外全部行ってない気がする。よし、ね、何3年4組行こう。なんでいきなり戻るんですか。さっきの赤井さん、あ、うんち行ったな。赤井さん、赤井さん保健室、赤井さんって何年何組でしたっけ。3年1組。あ、じゃあ3年1組が、3年1組怪しいな。じゃあ、え、何、すごくない、よく覚えてたな私この恐怖の中。3年1組って、確かね、3年1組ありました、あったあった。やだ、赤井さんがいいんじゃないこれね。赤井さんとか誰、どんな子、声が聞こえなかった今。切磋琢磨、私切磋琢磨って言葉好き。おお、花、聞くの花ね、ブーブーしてるの誰ですか。あなたじゃないの、私、ねえねえ誰、出てきた赤井さん、ね、こっちわーって来るやつじゃね、こっちわーって来るやつだよ、ね、こっちわーって来た、こっちわー、あーカレンダー、アニー、アニー、呪いだろこれどう書いても。あ、本当、ちょっと待って、え、アニーじゃなくて、じゃあ同じ漢字で書いとこう。アニー、ハテナ、20、これあれでしょ、さっきの保健室のカレンダーでしょ。保健室ですね。来るよ、来る、来なかった、来るよ、来る来る、あ、よかった、もうこれは大丈夫、目が痛い、精査たくまって言葉好き、よし、保健室全くミーゴに合わないなんで全くミーゴに合わない、精査もたくまも教えてくれ、精査たくま好きだよやべ、逆来ちゃった、逆、いや目が痛い、1階、1階です、保健室は1階になりますね、1階の階段すぐ、よし、みのりさんもだいぶ慣れてきた感じです。そうね、方向がちょっと分かんないんだけど、1回目で、うん、そこだ、よし、あー、出てくるよ、出てくるよ、出てくるよ、来るよね、来りますね、出てきます、これは、あの、出てきますよ、これは。てか、8月以降のさ、カレンダーも破いてるでしょ、この子。間違えた、切れ字って書いてた、切れ字、よいしょ、お、なんて書いてんの、兄、あ、呪いだ、だろ、20日、20日呪い、誕生日は書いていた方がいい、12、あ、違う、12が、あ、誕生日じゃなかったんだ、そう、20日が誕生日ですよ、8月20日誕生日、呪いって何よマジ、来るよ、 OK、 来たよ、来るね、私は知ってる、来るよ、来るよ、来ないの、逆にむしろ来てほしかったかもしれないけど、来ない方がいい。え、こっからまたどこ、どうすんだ、ねえ、待って、出てきたらいるんじゃない、8月20日誕生日、まあ、髪の毛だ、左の方のケースをちょっと調べ忘れて、マジで、左の方ケース、待って、あ、もっと左のやつじゃない、あ、わ、あ、これがあれだよね、0820じゃないかな、誕生日だからさ、ほら、わ、簡単すぎね、マジで、あれ強力そう、なんか磁石のネタなかったっけ、あ、ないか、ねえ、来るじゃん、てかなんでそんな窓ガラスが、ここで、ちょっと一点だけ、はい、ちょっとエンディングに向けてこぼし忘れしちゃう、うん、ピースがあるので、うん、なになになに、ちょっと待って待って待って、聞かれた、聞かれた、ごめん、なになになに、なんか言ってた、そこの机のところには出てくると思うんですけど、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、おい、来たよ、ほら出てきたよ、ほら、なんかピース、あ、熱い、ブロックピース、熱いよ、はい、これだけはちょっと一応取っといた方がいいと思う、はい、ブロックピース。来た、私なんかコメントで長野に似てるねって言われた。あ、よくやってるもんね。やってないでしょ。こうやってないでしょ。そんなやり方やんないよ。これどうすんだ？ピース拾って、開けて、磁石打っ
で磁石は何に使うんだろう。でもあと写真どうせ見けないといけないんだろ。まあ確かに。うわマジ頭痛いってんだけどどうしよう。保健室行ったでしょ。会議室、会議室行った。行ってないですね。会議室ほい。もうもうなんでそんなずれるの。ほんとマジで別にずらしたくてずらしてるわけじゃない。相当首跳ねてるってことだよね。ちょっとね、本当私やばいと思う。首相当 G かかってる、ね、うん、G かかってる今。それ勝手に外れてるってことは痛いもん。校長室は行ってないですね。あとミーゴの顔のサイズとヘッドホンのあれだったらガチガチに首元が外れる。なんだよ。ピューンって動かした瞬間にバホンって外れてるってことは死な、そんなでかくないから。相当な G がかかってます、ね、これ何、これダッシュート。そんなあるの。でも1回ですよねこれ。あ、なんかある。あ、なんか落ちてる。何？なんで？赤い、赤いの出てきたぞ。そう。赤白。赤白？これはないな、多分。なんで牛乳出んの、でもこれ。牛乳ではない。ただ水でしょ。白は何？これ、あ、これ白いねんの。こんな鮮やかな。白。これ何？どこ、ここどこ？体育館？ね、体育館には嫌な思い出がある。お化けいっぱい襲ってくるよ。一応多分このまま行ったらなんかすごい、うん、ノーヒントのまま探索しなさそうなんで、うん、ちょっとヒント、うん、下駄箱をやっぱりを調べた方がいいです。怪しいと思ったんだよ俺も。本当ですかそれ。全く触れてないですね。うん、走るぞ。走って。オッケー。なんで階段過ぎちゃったの？いや1階でしょ。ここじゃん。これ1階だったのか。行けんだこっち。やだ。おーい。やだ。やだ。なになに？なにそれマジで。こういう風に調べていくのね。頭痛いんだけど。でも本当に気持ち悪い。ねえゲボ出るよ。ねえゲボ出る。マシュマロが出るんだろ。マシュマロか。そうマシュマロが出る。ねえ味で本当に。でも昨日私スコーン食べちゃったからな。同じとこ見てる俺かしら。いや見てだって音が違うもん。何が。だからジュビーンってしてる。あのすごいね歯。あーいや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 さっさいやいやさっさ同じとこですね。あーごめんなさい、ごめんなさい。同じとこ見てるこれ。ごめんなさい、ごめんなさい。マシュマロ飛んでってるやんけ。あーびっくりした。ピョーンってやっちゃった。ちょっと申し訳ない。あれさっき同じとこ見てんじゃんこれ。ループゲーム。ループゲームじゃね。すいません。そこは下駄箱のシーンは、シーンとしては一つしかないんですよ。ああ、ないんだ。じゃあ今でよかったわね。今でよかった。なんですけど、ちゃんと見た方がいいです。まだあるのね。ちょっと私もう、マシュマロ飛ばしちゃったよ、ほんと。ごめんなさい。ちょっと、ほんと気をつけないとやばいな。もし、その、もうヘッドホンすごい外れるようでしたら、ガムテープでつけるんだ。やだよ。やだ、それは。あれでよ、何も。なんか、なん何番でしょ。左肩、左肩、左か左肩。いや、あ、これ違う。まあ2個しかないし、ね、もしかしたら、うん、あの番号とかじゃないですか。22215。そう、他のところの番号。なになに、ほら、私安全でしょ。他のところは2305じゃないかもしれないですよ。2304とか。他のとこって何？隣の。同じなんだよ全部。あ、そうなんですか。うん、隣行ったら隣の番号になるじゃないの？うん。ね、なんでそんなスムーズにネズミ？ほら一緒なんだよほら。本当だ。2203と2005上が。この順番があるんじゃないのこれ？開ける順番が。マジこれ。もっ
と調べた方がいいよってどういうことだろう。下駄箱の奥に行くとか。下駄箱ちょっと見てもらっていいですか。はい、あ、戻ってください。はい、右の方とか行ってみる。何、右、お、こういう風に見るのね。おうほ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 う、なんでそんなちょっとゆっくり、あ、なんか入ってる、ゴミ、うわー、任せて、任せないで。あれ、まあ、もちろん、あ、また来た。あ、ここ、ここでやるの。あ、これ写真じゃん。懐かしいな、なんか受装っぽい。こういうことでしょ。前もありましたよね。ありましたよね、写真を。こんな感じで、これ俺じゃねえのこれ、言ってんの。スライドパズルでしたけど。スライド、え、それ目黒さんそれ目黒さんなの。俺じゃねえか。ねえ、これできた時とかにさ、編集長ちょっとこういうことでしょ。そう、合ってますよ。でも角から合わせた方がいいですよね。ねえ、角がねえな、こっちの。あ、これ角じゃない？これね、意外と、あ、いいですね。外にも一応置けるんで。あ、本当だ。あの、そうです。これ上の方だ。なんか、パズルが動いてるの可愛い。ジグソーパズルですね。じ、嫌いなんだよね、ジグソーパズルって。よしよし。やぶ、え、これぐちゃぐちゃにされてる？これ誰なんだろう？怖いなぁ。痛い、胃が痛いわ。バリに行きたい。なんで？もうこういうなんか怖いゲームやってると本当に現実逃避したくなるのかわかんない。もうすごいバリに行きたい今。バリ。バリ行ったからって何になる？え、何になるって、まあ幸せになりますよ。あとタイに行きたい。タイ。